お願いいたします。私から読み上げがあります。閣議の概要について申し上げます。国会提出案件21件と法律の公布、法律案政令人事が決定をされました。大臣発言として総務大臣から、労働力調査結果、消費者物価指数及び家計調査結果について、厚生労働大臣から、有効求人倍率について及び独立行政法人の長の人事について、外務大臣から、東アフリカ地域におけるエルニーニョ現象被害に 対応するための緊急無償資金協力について、安倍内閣総理大臣から、内閣総理大臣の臨時代理の指定について及び海外駐在中の臨時代理について、それぞれご発言がありました。私から以上であります。はい、日本テレビ柳澤です、はい、昨日の会見でもありました北朝鮮のミサイルについてお伺いします。アメリカの研究機関や政府高官も数週間以内に発射が行われる可能性があることを指摘しています。昨日長官も何らかの挑発的可能性は否定できないとおっしゃっていましたし、中谷大臣も沖縄訪問を取りやめたということで、政府として把握している現在の状況、対応についてお願いします。北朝鮮のミサイル動向については、政府としては重大な関心を持って、情報収集分析に全力で取り組んでいるところであります。ただ個々の具体的な情報やその内容についてはですね、事柄の性質をコメントは控えたいというふうに思います。また金正恩体制のこれまでの行動をですね、検証した場合に、事前の予告なく弾道ミサイルの発射を含む何らかの挑発行動に出る可能性というものを否定できない状況にあると考えております。まあ、いずれにしろ、まあ、政府としては米国韓国等と緊密に連携を取りながら、北朝鮮に対して挑発行動の自制及び関連する安保理決議や緑茶会合の共同声明の遵守、こうしたものをですね、強く求めていくとともに、いかなる事態にも対応できるような体制はしっかり取って、いるところであります。はい、関連で日本テレビ柳澤です、まあ、そのこれまでの会見で、まあ、昨日も会見でも出ましたけれども、長官は北朝鮮への独自制裁について、まあ、北朝鮮の反応を見てと繰り返し説明されていたと思いますけれども、まあ、こうしたこのミサイル発射場周辺で動きがあるのは明確で、まあ、こうした挑発的な姿勢について、この北朝鮮の反応としてどのように見られていますでしょうか。いずれにしろですね、今国連の動向、あるいは北朝鮮の反応、そうしたものを見ながら負担ことある対応を取りたいという考え方に全く変わってはありません。はい、日経新聞の辻です。甘利大臣の辞任についてお伺いします。市場ではですね、甘利大臣の辞任で経済政策の司令塔を失ったという評価も懸念もあるんですけれども、これアベノミクスへの影響についてどうお考えでしょうか。まずですね、甘利大臣がですね、昨日ような形で、辞任を表明をされました。ここに、昨日まではですね、まさに安倍内閣経済の司令塔として経済政策、そしてアベノミクスをですね、進めて、いただきました。そしてまた TPP を所管する大臣として TPP をですね、取りまとめられた甘利大臣であります。で、引き続いて安倍内閣としては経済最優先で、経済再生に取り組んでいく内閣でありますので、まあ、一国のですね、停滞もあってはならない、まあ、そういう考えの中で直ちに後任として石原大臣を任命したということであります。はい、これで日経新聞の辻です。甘利大臣はその成長重視の方という印象がある一方ですね、石原新大臣は、税制調査会にいらっしゃったこともあり、財政規律派という印象もあるんですけれども、こうした人事がですね、アベノミクス の経済政策に影響をするのではないかという意見もあるんですが、長官の方は。そこはないというふうに思っています。それは昨日ですね、
総理が石原大臣への汚職事例というものを手渡しております。これについてはですね、まさにこの今まで、安倍政権が進めてきてますこの GDP600 円の実現に向けた具体的なプランを策定し実施すると、デフレ脱却を最優先に名目 3% の経済成長を達成する、そのための成長戦略を着実に実行する、さらには弾力的経済財政を推進すると、まあ、昨年の10月に総理から甘利大臣に指示した内容というものをですね、石原大臣に対してもですね、そうした汚職事例をですね、しっかり総理から指示をしております。そしてこのことに対して石原大臣もそこらしっかりわきまえてやらせていただきます。まあ、そういうことでありますので心配はしておりません。はい、報道通信の大沢です。関連しまして、今日の閣議や閣僚懇談会でですね、その甘利氏の辞任に関する総理の発言が何かあったでしょうか。総理からですね、甘利大臣がアベノミクスで、実行に移すために取り組んでいただいたこと、さらに、TPP を欧州合意まで持ってきてくれたこと、まあ、そうした中で、甘利大臣からですね、今回の疑惑についてですね、まあ、自らは向こう直接法に犯しているようなことはない、しかし事務所の責任という形で、指示したいこと、それと同時にもう一点として国会のですね、審議を停滞させるということは本人の考えとも違うと、とにかく一刻も停滞許せないと、まあ、そういう趣旨のことで辞意があって辞められたという、それを総理も受け止めたと、まあ、そういうお話でした。その後に石原大臣をお願いしたという任命をしたと、まあ、そういう総理からの報告がありました。はい、石川隆です。ごめんなさい。野党側はですね、総理の任命責任も含めて、まあ、国会で厳しく提出する方針ですけども、国会審議、まあ、予算審議に与える影響についてはどうですか。総理はですね、昨日の記者会見で、任命責任は私にある、こうしたことになったことを国民の皆さんに深くお詫びを申し上げたいと、安倍政権として襟を正して国民の信頼回復に努めていきたい、まあ、こういうことをですね、昨日の会見で申し上げております。まあ、与党と連携をしながら国会をですね、の中で、その堂々とこうした経済の厳しい中でありますので、国会審議を支障をきたさないように努力をしていきたいというふうに思っています。はい、毎日新聞高本です。関連でお伺いします。改めてですが、後任に石原大臣を起用した政府の狙い、人選の意図をお聞かせください。まず石原大臣でありますけれども、まあ、党において幹事長、政調会長、そうした要職を歴任した政策通であります。また閣僚としても国土交通大臣や行革担当大臣、環境大臣等を務められた経験、さらにそうしたものをですね、踏まえた中で、まあ、しっかりと総理の指示のもとに改革の推進、経済成長をの実現、そうしたことに全力で取り組んでいただける、まあ、そういう思いの中で総理は任命されたというふうに思っています。はい、朝日新聞の鈴木です。関連しまして、第2次安倍政権発足後ですね、まあ、こうした問題で閣僚が、辞任して、交代するというのは、これで4人目になります。まあ、野党の一部からですね、まあ、金にまみれた内閣との批判も出てますけれども、こうしたの政治の金の問題が後を絶たないことについては、どのように思いますか。そこはですね、
まあ、政治家はですね、その政治資金の問題というのは、それは内閣、与党、野党問わずですね、一人一人の政治家が責任を自覚し、国民に不調を持たれないように、常に襟を正して、まあ、説明をしていくと、このことは極めて大事だというふうに思っています。安倍内閣としてもですね、襟を正して国民の信頼回復に努めていきたいというふうに思います。はい、久しぶりです。関連してなんですけども、2月4日にはニュージーランドでですね、TPP の署名式が予定されております。こちらの方には政府としてどなたを派遣されるご予定でしょうか。まだですね、国会とのですね、関係もあります。署名式に誰が出席するかについては現時点では決まっておりません。はい、西日本新聞の久保田です。私、関連になりますが、その第二次安倍政権以降閣僚辞任は4人目ですが、率直に4人目というのは多すぎると思うんですが、そこはいかがでしょうか。そこはですね、やはり辞任する閣僚がないというのが、これは一番いいことでありますから、そこはいろいろ事情があるわけですけども、そこは残念なことだというふうに思っています。はい、でも4人目閣僚が辞任してしまうという、こういう事態になる原因、要因はどの辺にあるとお考えですか。そこについてはですね、政権の、内閣として、の申し上げることじゃないというふうに思います。ただいずれにしろ政治資金問題というのは、それぞれ、政治家本人がですね、それは与野党問わずに、それは政府等問わずにですね、常日頃からしっかりとした対応していくということが極めて大事なことだというふうに思います。はい、西日本新聞の久保田です。先ほど長官からもご紹介ありましたけど、総理は昨日の会見で任命責任は私にあるとおっしゃいました。閣僚辞任4人目の相次いでますが、その度に総理は任命責任は私にあると言い続けておられます。改めてですけれども、辞任が相次ぐ中、任命責任の果たし方、政権としてどうお考えでしょうか。任命責任が任命権者である総理大臣にあるというのは、これは当然のことだというふうに思います。ただそこで辞任した後にですね、国民の皆さんのまさに、生活に支障をきたさないような形で、後任をですね、決定をして、それで成果を上げてい、って国民の期待に応えていくことが、やはり一番大事なことだろうというふうに思います。はい、関連で日経新聞の辻です。先ほど長官、経済厳しい中、国会審議に支障をきたさないようにしていきたいという話でしたが、急な交代なんですけれども、この TPP などでですね、石原大臣の国会答弁に、不安というのはないんでしょうか。そこはですね、先ほど申し上げましたけれども、幹事長や政調会長を経験しますから、経済に明るい、石原新大臣でありますので、そこはしっかり答弁はされるというふうに思っています。はい、読売新聞の採用です。北朝鮮のミサイルの関連に戻りますが、長官、先ほど事前の予告なく発射する、可能性も否定できないというようなことでしたが、北朝鮮による長距離弾道ミサイルの発射、これまでは事前に、人工衛星の発射と称しまして、国際社会の通告バッてやってきているわけですけど、今回その予告がない可能性もあると見ている、要因はどういったところにあるでしょうか。先ほど申し上げましたけれども、金正恩の体制になってから従来の行動とは全く違う中で、事前予告なくていろんなことをやっているという、そうしたことから判断をしてですね、国民の生命を守るのがこれ政府の最重要の課題でありますから、いついかなるどうしたことにも対応することができるようにですね、体制を整えていく必要があるということで、今全力で取り組んでいるということであります。読売新聞の会議です、関連でありますが、仮にその事前予告がない場合にですね、このミサイルの発射準備に関しても、かなり短時間でできるようになっているとの分析も出ていますが、そうした場合にこの発射の兆候を事前につかむことは、この現在の警戒体制で可能と見ています。それは具体的な我が国の手の内を明らかにすることになりますので、そこは控えたいと思いますけれども、
そこは盤石の体制を政府としては取って、国民の生命を守るという、まあ、そういうことには全く変わりありません。はい、共同通信の大沢です。関連しまして、ミサイルに関してですね、アメリカの政府当局者が大陸間弾道ミサイルの開発だというふうに指摘しています。で、日本政府としては、まあ、どのように分析されているのか、同じように見てらっしゃるのかですね。まあ、いずれにしろ日米あるいは日米韓そうしたこととしっかり連携をしながら今対応しているということ。毎日したことです。関連でお伺いします。長官のおっしゃる万全の体制というのは、イージス艦の展開に加えて、PAC-3 の配備も含まれています。いろんなことを含めて、まあ、政府としては、国民の皆さんの生命を守るための、しかしとは体制を取るというのが、これ、常日頃からのことであります。はい。共同通信の大沢です。別件で、今日午後にですね、関西電力高浜原発3号機が再稼働する予定になっています。原子力規制委員会の新しい規制基準に適合した原発では3基目で、サーマル発電としては初めての再稼働となりますが、受け止めをお願いします。まずですね、本日、高浜原発3号機が原子炉を起動する予定であるということは承知しています。再稼働へ向けてですね、関西電力が安全第一に対応することはもちろんですけど、まあ、原子力規制委員会によってもその検査がですね、厳格に進められることを期待をしたいというふうに思います。はい、共同の沢です。基準に合った原発っていうのは今後も再稼働が進めていくという方針には変わりない。ここは従来の方針には変わりありません。はい、引き続きの各議員の中で、総理の発言、臨時代理の指定についてご案内になったというご紹介です。はい、総理の発言の中で、臨時代理の指定についてでありますが、従来の第3順位は甘利経済産業再生担当大臣でしたが、今後はこれまで第4順位の石破地方創生担当大臣を第3順位に繰り上げ、新たに石原経済再生担当大臣を第4順位に指定いたしましたということです。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。